嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたなんですか謝像ってちょっとのやめてもらっていいですかそれから明らかにあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかあ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題だと思いますい <laughs> <laughs> でねあのね最近ねレズビアンが大変なんですよね そのトランスジェンダーって、あの、まあ、今流行ってるトランスジェン,ジェンダーっていうのが、その女性、生物学的女性で、あの、実は男性でしたって言ってる、あの、トランスジェンダーの方々が今アメリカで増えていて、その女性、生物学的に女性で、女性が好きですっていうタイプのレズビアンって、むしろ今なんか、ある種迫害の対象になってるんですよね。で、その、まあ、男性社会なので、 その男性になった方が有利な気がしてしまうんですよ。要するにその男の人の方がいろんなところで出世できるよねってあるので、なので男性になった方が得だよねというふうに考えてしまって男性のふりをする。まあ、本人も本当にふりをしていると自覚しているのかわかんないけど、まあ男性ですって言うとそのトランスジェンダーという方で違うふされるっていうのがあって、なのであの大学に行って友達が誰もいませんでしたっていう人が、 な、あの、友達が誰もできませんっていう女性が、私トランスジェンダーですって言うと、めちゃくちゃ友達増えるし、TikTok とか、あの、YouTube とかのフォロー増えるし、どうだったっけな、UCLA か、は、あの、イエールだったか、どっかあの、ハーバードだか、どっか忘れたんですけど、あの、LGBT の入学記念パーティーが、9月の間にぐらい、ね、トランスジェンダー少女が急増する理由。 周りかかららら認められたたいい自分の存在意義を明らかにしたいでも現実には本人は目立たない小さな存在にすぎないそれがトランスジェンダーを宣言することで一気に「逆転」ができてしまうそしてトランスビジネスの餌食に。 で、普通って別にはそんな,なんか、入学パーティーみたいなのがまあ一回ぐらいあって、で、別に男性向けの入学パーティーみたいなそんなないので、で、女性向け入学パーティーみたいなのもそんなないので、入学して、その男性です、女性ですっていう人って、まあ友達そんなにいないよねっていうので、そのままこう学生生活が始まるんですけど、LGBT ですっていうと、入学歓迎パーティーだらけなんですよ。で、そこに行きたいと思ったら、LGBT ですって言えば行けるんですよ。 で、LGBT ですって言っていくと、なんかいろいろューをされて、友達が増えて、ただ飲みができて、で、あ、LGBT の方が幸せじゃんってなっちゃうんですよね。で、今のアメリカの大学って、LGBT ですって主張して、あの、その、事務所に言うと、名前と性別変えられるんですよ。なので、もともとマイケルっていう人が、じゃあ、あの、キャサリンになりたいですって言うと、はい、あなたキャサリンです。で、親に一切言わないでくださいっていうのが可能なんですよ。 なので、その親が、じゃあその子供、えっ、ー、と、じゃあ仮にじゃあそのキャサリンっていう女の子が、えっ、ー、と、こう一生懸命育てた女の子のキャサリンが大学に行ったら、突然マイケルですって名乗り始めて、で、マイケルとして学校の中で扱われて、で、その後起きるのは、大学の保険で、あの、男性ホルモン打てるんですよ。なので、 18歳だったとしても親の了承なしに自分の娘が勝手にマイケルになって勝手に男性ホルモンを打ち始めるんですよ生物学的に男性だけどトランスジェンダーの女性として登録して女子の陸上大会に出て優勝してる人が少なくとも15人その後生物学的には男性だけど大学の奨学金を女性枠で取ってしまうので生物学的な女性の奨学金をもらえる人が減ってしまっている多様性やりすぎ で、あの、男性ホルモン打ち始めて、とか、あとその、あの、性分化を止める、なんだっけ、思,思春期ブロッカーみたいな、あの、要はその、あの、まあ、思春期になると、あの、男性は男性の、あの、テイストステロンが増えて、女性は女性の、なんだっけ、あの、女性ホルモン、名前さえエステナんタらロンが増えてって言んですけど、それを分泌させないっていう薬があって、で、その薬も大学生が欲しいっすって言ったら、 あの、普通にあの、処方箋書かれて、親にも黙って、それが飲めるんですよ。っていうので、それ飲んじゃうと、あの、所長も来なくな、あ、その、あの、生理も来なくなって、エストロケンかんで、あの、その、生理も来なくなるっていう状態で、で、さらにテストステロンを飲むと、ひ、ま、げ、あ、も生え始め、筋肉もつき始めて、で、こう、胸もだんだん凹んでいくっていう状態になって、 で、あの、大学2年ぐらい経って、じゃあ4年経ちました。で、卒業して、実家に帰ってくると、あの、可愛い,いと思った18歳のキャサリンは、22歳のマイケルっていうおっさんになってるっていう。え <laughs>、このおっさん誰っていうのがアメリカはできるんですよ。で、そのアメリカの場合は、その、親に伝えないというのが正しいよねというルールなんですよ。 っていう国なので、なんかどうなのっていうふうに思うんですけど、まあ、そんな感じのなんか国を皆さんにやりたいみたいなんで、あの進歩的な考えの人は、そういう国にすればいいんじゃないかなと思いますけども。はい、トランスジェンダーになりたい少女たち、SNS、学校、医療があおる流行の悲劇、発売中止を求める脅迫、脅迫されたので発売中止という判断を増やすべきではないので、買う気はなかったけど、買うことに決めました。 脅迫で本の流通を止めようとするアホが減りますように、えー、50代女性独身非正規で郵便局で働いています障害者雇用の方と揉めて障害者いじめをされたと会社に生まれましたそもそも障害者雇用の方が私に嫌がらせをしてきたのがきっかけです言い合いになり私もがなかっていたので強めになかなか説教しました私も一般雇用で働いている障害者です障害者雇用の方々は怠けてるんじゃないかと偏見を持っていますそれで具合悪くして会社を1週間休みました月曜から復帰です 障害者こういう方と、えー、気まずいし、私が首にならないか不安です。えっと、まず絶対首になりません。で、えっと、一応その首になる可能性があるのであれば、その障害者自分も障害者であるというのは会社にある程度伝えておいてください。でそうすると、あの、障害者を首にしたっていうので、あの、労働基準監督署的には結構厳しい状況になるんですよ。で、そのなんか、あの、誰かと揉めたから首にするっていうのは基本的に日本の法律できません。 なので、あの、基本、組にはならないと思ってください。で、郵便局なので、何かあった時に、その、郵便局がこんなことになったっていうので、むしろ、あの、基地になった方がめんどくさいよねってなったりするので、なので、あの、障害者であるというのはきちんとアピールしてください。要は、その、障害者雇用の人がなぜ守られてるのかっていうのと同じように、やっぱりその、あの、アンタッチャブルな人に手を出すとめんどくさいっていうのがあるんですよ。 で、その、エム・カハラモ・ムロクフ・ロフさんは、あの、一般雇用でありながら、実は障害者カードも持ってらっしゃるので、なので、あの、障害者カードはちゃんと使った方がいいと思いますよ。アメリカでは、男性、女性のトランスジェンダーの選手が女子陸上の大会で勝ちまくっていて、もともと、1位だった生物学的に女性の選手が表彰台に上れなくて、奨学金を得られなかったりといったことで裁判になったりしてます。 いやなんかね、あの、LGBTQ のトランスジェンダーの人たちの権利をなんかこう守ろうみたいな話を結構こういろいろなんか増えてるのと多分ちょっとなんかリンクするなと思ってて、その誰かの権利を増やすっていうのは結果として誰かの権利を減らすということなんですよ。 要はその権利が増えるということは、じゃあその権利というのは誰が手渡すんですかっていうので、誰かがそのコストを払うんですよね。なのでその、今その障害者雇用の人たちを守らなければいけないってなると、それはじゃあ一般雇用の人たちがその分の負担が増えるって話なんですよね。で、あの、アメリカでその陸上の大会の話を前にちょろっとしたことあると思うんですけど、その、 まあ、あの、女性向けの大会で、あの、いい成績を収めると、だいたいアメリカの大学とかって、その、奨学金もらいたいとか、入学できたりするんですけど、で、あの、生物学上男性の人が、あの、俺、女性っすって言い張って、大会でいい成績を収めて、で、女性枠で大学に入学して、入学した後に男性に戻るんですよ。今、その、トランスジェンダーって、トランスだから、性別戻ってもいいんですよ。 要はその、男性が女性になってもいいし、女性が男性になってもいいし、っていうのをいつでも変えられるんですよ。自己申告で。なので、その、大学入りたいな、奨学金欲しいな。でも、男性の大会に出ると、その、じゃあ、あの、3位以内入れないなと。でも、女性の大会に出たら、それを勝てるよね。ってなると、トランスジェンダーです。 っってて言女性の大会に出て賞をもらって大学入ってで女性ですって入学するんだけど途中で「あ俺男性になったっす」って言って申告すると男性になれるんですよトランスジェンダー競泳選手の女子部門への参戦禁止生物学的男性が女性の大会に出る行為は女性のチャンスを減らすだけなのに女性が女性の権利を失うのを応援してるのを見かける「自分は大会に出ないからどうでもいいのかなあなたの娘の機会を男性が奪うのですよ」 っていうのがあって、じゃあそのトランスジェンダーの権利というのを守ったことによって、誰の権利が失われたかっていうと、生物学的女性の権利が失われてるんですよ。その生物学的に女性の人が、生物学的男性の人と体育系の大会で戦ったら、やっぱり勝てないんですよ。それは構造的にね。なので、そのトランスジェンダーの権利を守ろうって言ってる女性の人たちっていうのを見ると、この人たちは何も考えていないのだなというふうに僕は思ってしまうんですよね。 要するにその、あの、女性の権利を守るというのを、じゃあ誰がやるのですかっていう。男性はどうでもいいですよ。別にあの、むしろ男性はトランスジェンダーだと自称してる男性が大学に行って、男性に戻ってくるから、男性の権利増えてるんですよ。うん、で、その、あのね、本当にトランスジェンダーの人っていうのもいるんだけど、ただそれはああの、人口の割合にいくとものすごく少ないんですよ。 あの、男性のゲイの人はちょこちょこいるんですけど、あの、女性で男性になる人って、あの、生物学的にはほとんどいなくて、もともとものすごく少ないんですけど、ま、っきアメリカで、なぜか多少増えてるって言うんですけど、ただ結果としてその、あの、男性から女性に行くっていうトランスジェンダーの権利を認めた場合に、得するのは男性で、女性の権利とか女性の地位とか女性のポジションというのを、どんどん女性が減らしてるという構造に見えるんですよね。 なので、何やってんだろうねっていうふうに思いつけました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? i s our fault or your fault?Who's f a u l t w h o s fault? う。いや、っいですよね。どこるんですか、うん